とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ジンペイソロで、極炎魔に挑みたいと思います。使う変身は、漆黒丸。だね。まあまだアニメには出てきてないけども、CM に入るときに、まあ映されるから、後々変身するんじゃないの？はい。で、必殺技は、ファイナル黒い稲妻、そして闇夜の奇襲。この二つを使っていきます。武器は捨て身武器。だね。はい。グランドオーダーアースブレイクもいいけど、あれは、再使用時間が短いの。短い。なので、1対1でボスと戦うときは、俺はね、黒い稲妻、闇夜の奇襲。こっちの方が使いやすいなっていう風に思ってます。では、早速、行くよ！まあまあまあ、サクッと倒しちゃいましょう。まあ今までもね、何体か、他のキャラクターで倒してきたけども、そこそこ時間かかるのよ、やっぱり。でも、ジンペイは、そうはいかない。さすがに。うん、ジンペイはまず強いし、で、さらに、芸能人学徒。にしてきてるので、おーの攻撃力を、あー増しやすい。あぶね、確実にやっていくよ。しゃあ。オッケー。あぶね、このね、神の刃を避けるときが、ちょっと緊張するね。オッケー。もう確実に、攻撃力は今、2倍になってる。オッケーオッケー。クリティカルなしで、28000。これはなかなか、いいね。あすね、神の刃もらえばもう本当に、相当食らうんで、そこは中、あれ？なんか、バフが、切れた感じだったね。え、なんでだ？あ、違うか。向こうが、武闘の術使ったから、あれか。若干、ダメージが減ったわけか。オーケー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 。うーっそ、ちょっと待って、タイミングずれるとマジでやばい。よっしゃ、あっぶねえ。タイミングちょっとずれないようにやっていこうよ。闇夜の奇襲、あぶねえ、怖っ。あっしゃ、来い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 。オーケー、あぶねえ。よし、オッケー、怖い。うんうん、この回避ミスったら3000ぐらいは確実に食らうからね。クリティカルはね、宇宙服装備してるから食らわないわけよ。あぶね、だからクリティカル以外だとしてもこれ相当やばい攻撃なんで、そこは注意していこう。本当に確かね、誰だったっけ、ラント君でやった時かな。もう安心しきってて、ワンパンでやられたこともあったんでね。そこは、ちょっと注意していこう。闇夜の奇襲。かっこいいな、やっぱり。見た目はね、ほんとナンバーワンかっこいい。それが漆黒丸。もうちょっと性能が良ければね、もうちょっと良かったんだけどな。ちょっと性能が、若干残念なの。残念。あれ、なんかやっぱ、なんかね、バフが切れる感じがするんだよね。なんか継続できてない。おー、わかんないけど。なんだ？これ 3.20 になってなんか変わったか？仕様が。なんかバフがね、うまいこと乗らない。切れることがあるね。ちょっと、え、俺の数え間違いか。あぶねえ。まあまあまあ、そんなの気にせずに全然倒していけるしね。いきましょう。え、避けたの。ちょっと待って、なんか覇王閻魔玉の当たり判定が若干きつめ。しっかり避けてるんだけどな。しっかり避けてるんだけど、若干当たり判定がき
きついですな。オッケー、よし行くよ。もうガシガシ行こう。あ、ほらほらほら、ちょっと待って、当たり判定が若干おかしい。闇夜の奇襲、オッケー、まあまあまあ、もうちょいで倒します。オッケー、ファイナル黒い稲妻、やっぱりいいね、この攻撃範囲むちゃくちゃ遠くても全然当たるっていう、いいな。え、これ黒い稲妻もしや違うか、あ違うか、この打った距離によってダメージが変わるかと思ったけど、いやそういうわけじゃなさそうね、多分遠くから打った。今のは至近距離だけど3万、あ一緒一緒、はい、まあまあまあ、ここは余裕だよ、陣平だったらば余裕。うん、まあいくらね極炎魔がむちゃくちゃ強いと言っても陣平だったら余裕です。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。